吉谷さんへ。この手紙を持って僕のネット起業家としての最後の仕事をする。まず僕のビジネスモデルを解明するために吉谷さんに速稼塾関連の動画全編のご購入をお願いしたい。以下にネット起業家についての愚見を述べる。慢性的貧困の根治を考える際、第一選択はあくまでも情報企業であるという考えは今も変わらない。しかしながら現実には僕自身の場合がそうであるように、コンテンツが枯渇した時点で誇大広告や悪質なローンチ依存をきたしたネット起業家がしばしば見受けられる。その場合には個別動画配信を含む根本的な誠実運営が必要となるが、残念ながら未だ満足のいく成果には至っていない。これからのネットビジネスの成功や飛躍には過剰広告のない誠実な情報販売の手法の発展にかかっている。僕は吉谷さんがその一翼を担える数少ないネット起業家であると信じている。能力を持った者にはそれを正しく行使する責務がある。吉谷さんには正しい情報販売の発展に挑んでもらいたい。遠くない未来に情報不足による貧困がこの世からなくなることを信じている。ひいては僕のビジネスモデルを解析の後、吉谷さんの研究材料の一石として役立ててほしい。速稼塾は地方のしなり。なお自らネットビジネスの第一線にある私が情報業界の粗悪化を早期発見できず、稼ぎ逃げの隠居に甘んずることを心より恥じる。久保哲郎。